1分でわかる糖尿病と妊娠。糖尿病と妊娠の関係は極めて深刻であり、妊娠中の女性にとって厳重な注意が必要です。妊娠中の女性が糖尿病を患っている場合、母体だけでなく胎児にも様々なリスクが生じます。まず妊娠糖尿病が問題となります。これは妊娠中に初めて血糖値が上昇する状態で胎児の成長や出産に影響を及ぼす可能性があります。定期的に血糖をチェックし、医師の指導を受けましょう。またすでに糖尿病である方が妊娠をした場合も慎重なケアが必要です。高血糖は胎児の発育や臓器形成に悪影響を及ぼす可能性があります。あらかじめ血糖をコントロールし、合併症のリスクを最小限に抑えることが必要です。母体だけではなく、赤ちゃんにも出産後の合併症リスクがあります。例えば、巨大児の出生や低血糖、これらのリスクがあります。妊娠中の糖尿病は慎重なケアが欠かせません。早期に発見をし、専門医の指導を受けることで安全な出産を迎えましょう。糖尿病のある方が妊娠を希望される場合は、事前に専門医にご相談ください。お問い合わせは LINE へ。